皆さんこんにちは、さくやです。さあ今回もやっていきましょう。絶対絶命都市。やばい、うんこもちょっと溜まってきたな。ちょっとトイレとか見つけたいね。食事もしたいね。まあ、食事か、持ってたかな。もうだいぶカップヌードルくらいしかないね、もらったやつ。ストレスがゼロになる。お、すごくないこれ。腹具合大満腹。え、カップヌードルの効果すごくないこれね。まあこれでいいんじゃないかなと。腹ペコは変わんないけど。よし、ということで、どこ行けばいいのかな。なんかレストランの権利書とかもらったんで、どっかその辺のレストラン、水没してたとこ、水没か、うん、確かあの辺とかにもしかしたらあげたりできるんじゃないかなと。あっされている男、あっしている女、どうしてこうなっちゃったのよ。車が故障するなんて、まあるあるだよね。タイミング的に宿泊客らしき客、男、そこのホテルに宿泊していました。さすがに燃えてしまってるだろうな、貴重品。そりゃ残念。まあおそらく、まあここだろう。あなたは数日前に通っていった人ですね。通れないですよ。でも窓ガラスが塞がってるんだ、割れてるところ。まあよくこの建物崩れないよな。他みんなボロボロなのに。おお、あなたは数日前にも来られましたね。もしかして笠原弥生さんをお探しですか。あ、そういえばいたな、そんな人。いやいや、新車を見に来ただけですよ。うん、まあ多分ね、出る方法が見つかったのはきっとね、知ってると思うんで。新車を見に来ただけです。申し訳ありません、今は営業しておりません。弥生さんはあなたのことをついさっきまで待っていらっしゃいましたが、伝言を残して先に出られました。これがあなたへの伝言です。どうしてもあなたに伝えたいことがあるそうです。さあ、アイテム弥生からの伝言を手に入れた。笠原弥生からの伝言か。彼女がどうしても私に伝えたいことといえば、まあ私のことを、なんだろう。あー、これか、これ。まあ俺の流れ的にはこっちかな。私のことが好きだという告白に違いないわ。なんと、空港に救助のヘリコプターが集まっていて、空港にたどり着ければ町から出られるそうです。ガーベラ大橋の手前のサービスエリアまで行ければ、そこからトラックで空港まで連れて行ってくれるんですよ。ただ空港行きのトラックには定員があるからチケットが必要です。どうしたら手に入るのか尋ねて回っていたら、親切な方々が声をかけてくださり、紫陽花交差点の南側にある宝石店まで受け取りに来たらチケットを2枚くれると言われました。先に行ってあなたの分ももらってきます。楽しみにしてそこで待っててくださいね。優しい。笠原弥生より。紫陽花交差点の南にある宝石店。ああ、そういえばなんか殺人現場の宝石店ですよね。もう南なんでサウス行きましょうか。ここの南側に行くジュエリーね。ここだっけ、ジュエリー。ここに来ればいいと、宝石店ね。いないのかな。中から大きな音、声が聞こえる。え、何これ。やめて、来ないで。そうです、私が変なおじさんですみたいな。暴れるんじゃねえよ。いや、おとなしくしな。
叫んだって誰も来ねえよ。大変だ、彼女が襲われている。とりあえず駆けつけるしかないんですけど、どうやっていくか、救う方法を考えながら駆けつけましょう。どっから行くんだっけ。あ、レストランから行けなかったっけ。確かレストランから行けたような気がするな。繋がってんじゃなかった。さあ、荷物はなくなっている。なんと都合がいい。行きましょう。ちょっと通りますよ。ここだね、確か。こっちかな。まあこの一瞬だったらまあ大丈夫、間に合うでしょう。さあ、どんな現場を目の当たりにするのか。特派員は見た的なね。彼女の姿を見て、私はそうだな、どうしよう。彼女の姿を見て私は、もっと早く来ていればこんなことには。もう絶対に許さないわ。まあこれかな。彼女をこんな目に遭わせた奴を絶対に許さないわ。私はかける言葉が見つからず立ち去る。ひどいな。抱きしめる。着替え完了。まあ、とりあえずじゃあもうレストラン空いてたから行こっか。他にアイテムがあるかは分かんないけどね。いや、あの荷物片付けるの早かったね。また同行してくれるんで。こっちかわいい。本日も準備中です。まあ当然か。シェフ、やることはやっとくか。落ち込んではいられないわね。このお店にご用？うん。あ、そうだ、この権利書あったな。あなたにこれ無償で提供するか。どうしよっかな。提供するか。まあ、いや、ただでもらったんだね。まあ、1億2000万とかもお金もらわなくてもいいくらいあるんで、優しいね。私はただで提供しよう。どうしてあなたがそれを。彼女はこの状況をなかなか読み込めないようだったが、やがて。うん、なるほど。しかも無償で。はい、渡しました。謹んで受け取ります。女性用高級腕時計を手に入れた。こちらも差し上げます。
名誉オーナーになった。うん、ありがとう。ってことで、イタリアンレストランの情熱トロフィー獲得しました。時計をゲットしたんで、これかな？装備する。あと一箇所は空いてるけど、まあお面くらいかな。よし、じゃあ行こう。弥生ちゃんどこ？いたいた。ちょっとボロボロすぎるな。ちょっとそのスカートもなんとかしないとね。で、次の行き場所。どこだろうな。トイレも行きたいんだけどな。あ、開いてんじゃん、穴が。見事なまでに。行こう。気をつけて通ってください。あ、新しいとこかな、まあ、特に次のマップとかではないんだね。普通に移動しましたね。誰だこいつは。あの、すみません、この写真の人見かけませんでしたか？あれなんです。比嘉先生もしかして。この人は確か。ご存知ですか？知らないわねと少しとぼけてしまう。いやこれどうしよう。言ってあげようかな。どうしよっかな。これ悩むね。まあこれ率直に正直に教えてあげましょう。お姉さんは亡くなりました。え、なんて。私の言葉を聞いて彼は激しく動揺しているようだった。私はもう一度彼の姉比嘉夏美が亡くなったこと、それが朝顔交差点付近であったことを伝えた。姉さんが どうなったんだろうな。で、ここは確か、なんかなんだっけ、ね、見たことあるような気がするんだけど、こっちじゃないのかな。みんな閉まってるね、シャッターとか。もうだいぶ綺麗に片付いてるもんね。ちょっとバイクあるんだから、なんだこれは。オートバイが乗り捨てられている。これに乗って。待てよ。一旦、意見を聞く。だから空港に行きます。情報整理してみる。うん。物資が充実し、食べ物は選び放題。広い風呂も。まあ、そういうことだね。ちょっと。セーブして決めよう。多分ここはね、その分岐ルートだと思うんで。さあ、ということでね、どこ行こうかなと。まあ、弥生がね、まあ、空港行くっていうんで、じゃあ、ガーベラの方へ行きましょう。出発。じゃあ、次行きますか。復興の5日目。さあ、行きますか。アクセル。待てよ。こうか。まあ、特にアイテムとかないのかな。まあ、崩れたところか。フェリー乗り場。まあ会話とかあるけど、多分そういうのないのかな。
ちょっとうんこ漏れそうな状態で、ちょっとバイクはきついな。どっからヘルメット出したんだろう、2人分も。ちょっと冷静に思ったけどね。ヘルメットどっから来たと。で、ここがおそらく目的地かな。早く出たいですね。そうですか。まあ、こんだけ大きい地震だからね、他の町もひどいと思いますけどね。皆さん無事に運びます。あ、そう、チケットに騙されたんだっけ。騙されたとは限らないけど。お、いた。来てくれたのね。いろんな噂が飛び交っているから、別の場所に行っているかもって心配してたけど。どうも。どうも。あなた、一人でこの町に来たのかと思っていたけど、連れがいたのね。友達？ずいぶんと痛々しいけど。彼女は私の恋人よ。彼女は私の恋人よ。そんな感じがする。お似合いよ。嘘だろ。お似合いよってそんな感じする？うん。あなたこそ一人じゃないの？あなたこそ一人なの？私も智也と一緒に空港に行くつもりでいたんだけど、空港に向かって出発する直前に智也が先に行っておいてくれって言い出したの。なんでも急用ができたとかで。あ、そうだ。あいつがいるのよ、空港行きのトラックの中に。ででーん、誰だっけ。まあ、あの風間を追ってたやつね。風間のおやすさんみたいに言うけど、誰だっけ。あいつ誰だっけ。え、あいつよ、智也に暴力を振るって追いかけていたやつよ。あの男、智也に暴力を振るったり彼につきまとっていたけど、こんなところまで追いかけてくるなんて。智也がたまたま一緒に来なかったからよかったものの、もし彼がここにいたら大変なことになっていたわ。私は何も気づいていないふりしてトラックに乗るつもり。あいつの動向をチェックして智也に知らせるわ。あなたも意識している素振りを見せないでね。じゃあ探索始めますか。ありがとうございます。チケットを見せてください。トイレに行くなら今のうちに行ってきてください。あ、トイレ行きます、行きます。もう乗りますか。なんだその聞き方は。今のうちトイレ行ってきます。今のうちにトイレに行ってきます。チケットあるなら本当に。わかりました。済んだら戻ってきてください。はいはい、じゃあこっちへ行けないのか。ライブだったんです。被災地の方を応援してるよっていうのを。何かあるかな。まあ、トイレ行く前にちょっと探索ね。トイレ、トイレ。こちらには入れない。まあ、律儀だな。トイレになんか落ちてないかな、アイテムとか。まあいいや、水流れないかもしれないけど。ここで行う。戸を閉めないで用を足したからね。きっと見られてたと思うよ。さて、行けないか奥の方。あ、行けるじゃん。うちに帰れるのか。出発しないのか。もう少しで家族になれるのか。まあ、あいつに話しかけなければ良いっぽいですね。
何かないかなと探してみるが、あった。取り替えるラージサック、でけえな本当に。めっちゃラージだね。あとまあありそうなったらこの裏くらいかな。近づかないと分かんないんだね。さて何かあった、なんだこれは。知恵コンコンパス、なんだろうこれ。まあとりあえずこんなとこかな。よし、じゃあ行きますか。さあ伝えればいいということで、他の人たちは家に帰れるのか。一部の人間だけって話だよ。空港行きのトラックはここですよ。はいはい、じゃあ行きます。トイレに行くなら。はい、今すぐ乗ります。じゃあ乗り込んで待っててください。すぐに出発になります。準備 OK だ。分かったよ。本当にちゃんとしたとこ行くのかこれ。怪しいな、そういう雰囲気だよ。なんかまっちゃったね。まだ途中だと思うんだが。どうして止まったんだ。10分間のトイレ休憩ですよ。トイレ休憩だって、こんな橋の真ん中でかよ。嫌なら出なくてもいいです。とにかくしばらく休憩ということです。こんなところにトイレはないわよ。まさか外でやれってこと。私はいいわ。ちょっと外の空気を吸いたいかな。出まーす。出ていいのかな。どうなんだろう。出ていいのかな。トイレ行きます。トイレ行きます。そうだな。そうしよう。何がおかしい。あ、みんな降りたじゃん。早く出発してほしいな。弥生ちゃんは行かないの？トイレ。よし。あとは？何かと文句言う男。乗り心地最悪。順調と言えるのではないだろうか。あとは思ってたより少ないな。下っ端。うん、あとは何かいるかな。運転手、典型的な。高い金でチケットを買わされたというのに、何トラックの荷台なんだ。運転はいいから早く出発してほしいな。確かにな、それは言えてる。出張中の被災者、しばらく我慢してください。そうか、ちょっとトイレ休憩おかしいだろ。タイミング行こうぜ。ということで、今回ね、切り替えのでここら辺にして、また次回遊んでいきたいと思います。よかったらですね、コメント、評価、チャンネル登録、あと通知ボタンを押してくれると嬉しいです。ではまたね、次回の動画でお会いしましょう。今回はこの辺で。